お疲れ様でございます。じゃあ本日のコイン月光なんですけども、まずはねこのスーパートランプ見ていこうかと思います。まあトランプ大統領狙撃事件があった直後なんで、こういったねトランプ大統領に似た関連のありそうなコインっていうのは値を変えてるかもしれないなと思ったんですけども、まあ大して変えてませんね。確かに注目されて値上がりはしてるんですけども、まあびっくりするような値上がりじゃないですね。倍にもなってないので、まあほっとけばいいのかなと思います。そしてここにはねこういうふうに書いてます。スーパートランプはドナルドトランプとは一切関係ありませんまあ関係ないですよ。トランプ大統領別に暗号通貨やってないですからね。まあビットコイン意識してるぐらいじゃないですか。特に正式な報道はないですね。まあ、ちなみにスーパートランプはこういったところで買えますんで、それぞれチェックしてみてください。で今日ねちょっと本題にしたいのはそこでないんですよ。このいつも左上から見るでしょ、上場してるコインが 14,898、 昨日の時点ではもうちょっとあったでしょね。上場廃止になってるコインがいくつかあるんですよ。で取引所の数は変わってない。さらに言うと時価総額もほぼ同じです。その分ビットコインのドミネーションがぐっと上がってることに気づくと思います。でイーサリアムのドミネーションはちょっと下がってるんですよね。まあこういったところを前提に、まあ、このコイン月光を見ていかないと均衡が取れた判断ができませんのでね。特に上場がいくつか廃止になってるなってこと、ここに今回はトランプ大統領のこのね関連のないコインを見るよりも気づかないといけないところです。で気づいてどうするんやってことですけども、いやこれがね非常に大きな意味を持ってるんですよ。まあ、こちらの方はねまた別の機会にお話ししようと思います。まあ、それでは本日は以上です。